A-17、ノーマッド飛行する、A-17A の35から78号機、A-17 は、ノースロップ社が開発し、アメリカ陸軍などで運用された、攻撃機。イギリス連邦系の運用者では遊牧民の意味を持つ、ノーマッドと呼ばれた。ノースロップ社が製作した全金属製、高速郵便機、レーサーである、ガンマを母体とする。 試作は、ガンマの軍用型やマイナス13から開始され、同期は1934年6月に納入された。さらに改良が重ねられ、さマイナス16を経て A マイナス17として、正式化された。同じく、ガンマを母体とする攻撃機には A マイナス33がある。いずれも、複座の単発、単用機であり、主客は、初期の固定客から、 A-17A に立って引き込み式となった。急降下の制動用に穴の開いたフラップを装備しており、後に本機の設計を受け継いだダグラス社によって設計された海軍のダグラス SBD ドーントレス爆撃機にその面影を伝えている。本機の母体となったガンマは1933年に2位が1937年に2回がそれぞれ一機。 日本海軍によって輸入され、研究の対象とされている。海軍における名称は、2位がノースロップ飛行機、2階がノースロップ版の機である。うち2階は、海軍から満州飛行機に譲渡され、こちらでも、研究機材として用いられている。ノースロップ社は1933年、自社製のレーサーノースロップガンマ 2C の攻撃機型を一機自主。 製作し、アメリカ陸軍航空隊に提案した。この提案は、ヤマイナス13として、軍の受け入れるところとなり、良好な成績を示したところから、陸軍から110機の発注を受けた。ヤマイナス13の装備エンジンは710馬力のライト R-1820 から37だったが、テストにおいてパワー不足の傾向が見られたため、 生産型では800馬力のプラットホイット 2ER-1830 から7に換装することになっていた。エンジンは単列の星型エンジンから複列のものとなり、プロペラも2枚から3枚に改められた。やマイナス13にこの変更を加えたものが差マイナス16である。しかしながら差マイナス16はエンジンの換装によって かえって馬力が課題となってしまい、操縦性の欠陥のある機体となっていた。ノースロップ社は、ガンマ 2C の改善型である、ガンマ2階に750馬力のプラットホイット 2ER-1535 から11エンジンを搭載したタイプを提案し、これが、 A-17 として採用されることとなり、A-16 の110機の発注はこちらに振り返られることとなった。110機の A-17 の引き渡しは1935年8月から始まり、翌年までに第3及び第17攻撃グループに配属された。それに続いて軍から発注されたのは A-17。 の主脚を引き込み式とし、エンジンを825馬力の R-1535 から13に換装したタイプで、A-17A を名付けられた。A-17A は129機が発注されたが、そのうち93機は1940年6月に工場に戻され、イギリス及びフランスへの輸出向けとしての回収が行われた。しかしほどなく、 フランスがドイツに降伏したため、結局フランスには輸出されなかった。また、イギリスでは本気に、ノーマッドという名称をつけたが自国では使用せず、ほとんどを南アフリカに送った。A-17A には散々とした、交換輸送機型が2機あり、A-17AS と称する。A-17AS は600馬力のプラット ホイットとニー r 1 3 4 0から45エンジンを装備していた。本機の設計は、ダグラス社に受け継がれ、モデル 8A として輸出用に製作された。固定客の A-17 の系統である 8A-1 は、アルゼンチンとスウェーデンに輸出され、スウェーデンでは、B5 バイトの名で64機、改良系を、B5D の名で39機、合わせて103機を、 ライセンス生産にした。A-17A の系列である 8A-5 は、ペルー、オランダ、イラク、ノルウェーに輸出された。ペルーが発注した34機の8 a 5 p の、うち31機は、第二次世界大戦の勃発に伴って、アメリカ陸軍航空隊に引き取られ、A-33 の名前で、訓練や、標的栄光等の任務に使用された。 装備したエンジンは1200馬力の R-1820 から87であった。中華民国空軍は、ノースロップガンマ 2E と A-17 合計45機と、やはり同系列である、ノースロップアルファの輸送機型 C-19 を2機、援助物資として入手した。中華民国空軍は A-17 とガンマ 2E を実戦に配備し、 上海向け日本航路の攻撃任務に使用した。ありがとうございます。